なんでもう一回出したんこれ。味は美味しかったんだけど、マオって何？すごい今この時点でからしマヨネーズの匂い。はい、皆さんこんばんは。かすみクラブの時間です。またも新作出ました。こちらじゃーん、ペヤングからしマヨネーズ黒胡椒焼きそばマオ。はい、これ前回超大盛りで出てたんですけど、小サイズになってやってきました。なんでもう一回出したんこれ。味は美味しかったんだけど、魔王って何感じ。だから魔王を定着させていきたいのかなって感じ。これからペヤングソース焼きそばにからしマヨネーズと黒胡椒を加え、パンチのある味わいに仕上げた商品です。からしマヨネーズの風味とスパイシーな黒胡椒の組み合わせはやみつきになります。超大盛りタイプでは多すぎるという人に向け、レギュラータイプの登場です。なるほど。気になるんだけど、ちょっと大きいからなって食べれなかった意見が多かったんですね、きっと。なるほど。で、通常サイズということで、ちょっと食べていきましょう。超大盛りやったからな。同じこと言えばいいんですか？でもほら、人の味覚ってさ、一日一日進化していくからさ、きっと。そう、一日一日変化していくから、昨日食べれなかったものが、今日食べれるようになるとかあるから。そんな感じでペヤングもね、楽しんでいこうと思います。これ、かやく、で、焼きそばソース、からしマヨネーズ、ふりかけ、黒胡椒ですね。アレクサ、3分測って。はい、じゃあ3分待ちましょう。では、ゆっくり、お願いします。ゆっくり。じゃあ、ゆっくり完了しました。あとで、焼きそばソースまず、いけまーす。からしマヨネーズ。マヨ、マヨ、マヨ。マヨ、マヨ、レッツゴー、レッツゴー。マヨ、マヨ、レッツゴー。すごい、今、この時点で、からしマヨネーズの匂い。で、次。はい、黒胡椒。これをかけると、一気に味が変わります。魔法の粉。胡椒かけちゃうなんて、もう、この時点で絶対うまいもんね。間違いない。では、いただきます。実食。おぉ、からし感じてる。いいね。なんか、からしマヨネーズだからいいんだろうなって感じ。普通のマヨネーズだったらあんまりなんじゃない。ツーンっていう感じがいいと、いいんじゃないか。この間食べて味だな。だがしかし、なんか、なんだ、食べれば食べるほど美味しく感じるよっていう魔法だよ。この間より美味しく感じるよ。いや、改めて食べるとやっぱね、いや、ていうか、この間のタッカルビがひどすぎただけで、完食。ごちそうさまでした。まあ、2回目も美味しかったですね。非常に。胡椒のパンチはやっぱりいいんじゃないかなと思います。あとは、なんだろう。美味しかった。美味しかったです。美味しい、味は美味しかったけど、魔王って何みたいな感じ。同じ味の動画を大きいサイズで上げちゃったので、今回言うことがあんまりなくてすいません。今回のペヤングからしマヨネーズ黒胡椒焼きそば魔王の評価は星5つ中じゃん、 4.8 です。そういうことで、美味しかったという結論に至りました。なんか食べれば食べるほど美味しく感じる商品だと思います。2回目だけど、2回目も普通に美味しかったし、また3回目も4回目も食べてもきっと美味しくて、また食べたいって思う商品ではないでしょうか。はい、じゃあ皆さんぜひね、食べてみてください。コメントお待ちしております。チャンネル登録お願いします。